日本語能力試験、懲戒 N3 これから N3 の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから、 話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。1番。1> 市役所で男の人と女の人が話しています。男の人は、 この後、何をしなければなりませんか課長、来週行う経済セミナーの件ですが、さっき見てみたら、当日使う予定のマイクが一本壊れてたんです。そう。確か、市民課に新しいのがあるはずだから、借りてきます。ちょうど今から、別のようで行くところですから。ありがとうございます。あ、当日配る資料だけど、講演していただく森先生に、 前に送ってもらったものでいいか確認しておいてくれますかわかりました。すぐメールします。い,いえ、メールはいつ見てもらえるかわからないから電話でお願いします。あ、はい。それからスピーカーも一応音が出るか確認して、ダメだったら市民課に借りに行ってくださいね。それはさっきマイクの確認と一緒にしました。そうですか。 男の人は、この後、何をしなければなりませんか 2>, ?2 番。会社で、男の人と女の人が話しています。女の人は、この後、まず、何をしなければなりませんか 鈴木さん、来月田中部長が海外の支店に移られることになったの、聞いたはい。部長には色い々ろいろお世話になったし、最後に食事会をしようと思うんだけど、その時、プレゼントと一緒にカードを渡したいんだ。悪いんだけど、カード買ってみんなに回してメッセージを書いてもらって。わかりました。人数多くて時間かかるかもしれないから、明日からでも回し始めないとね。 プレゼントは私が何か用意しておくよ。はい。それから、食事会の場所だね。私、いいレストラン知ってるので、日が決まったら予約しておきます。ありがとう。来週部長が出張から戻られたらご予定を伺ってみるよ。わかりました。女の人は、この後まず、何をしなければなりませんか 番日本語学校の教室で先生が話しています。学生はこの後まず何をしなければなりませんか今日は中村先生が急なようでいらっしゃらないので代わりに私が来ました。この時間は一人ずつ自分の趣味について発表をする予定でしたがそれは明日の授業でしてもらいます。 いつもやっている漢字テストは今日はありません。えー、昨日の授業で物語を読みましたね。原稿用紙を配りますから、感想を400字ぐらいで書いてください。それから、昨日宿題が出ましたね。教科書の練習問題。それは明日中村先生に出してください。じゃあ始めましょう。 学生はこの後まず何をしなければなりませんか4番スーパーで店長と女の店員が話しています。女の店員はこの後まず何をしなければなりませんか 山田さん、おはよう。ちょっといいはい、店長。新しくバイトに入った林くんのことなんだけど、山田さんが指導係になって、いろいろ教えてあげてほしいんだ。え私がですかうん。よろしく頼むよ。今林くんには、店の前を掃除してもらってるんだけど、もう終わる頃だから、店のどこにどんな商品が並んでるのか、教えてあげて。はい。それから、 午後はレジの仕事の説明をお願い。彼にはできるだけ早くレジを覚えてもらいたいんだ。わかりました。閉店後の店の中の確認も一緒にした方がいいですかお客さんの落とし物の回収とか。そうだね。それもお願いするよ。女の店員は、この後まず、 何をしなければなりませんか五番ゴルフ教室で、男の人と受付の人が話しています。男の人は、この後、どのクラスに申し込みますか あの、すみません。ゴルフのレッスンに申し込みたいんですが、どのクラスにすればいいのかよくわからなくて。はい。クラスは全部で4つありますが、ゴルフは初めてですかいえ、以前やってました。そうですか。では、入門は初めての方のクラスなので、経験者の方は、それ以外の初級、中級、 上級の三つの中からお選びください。それぞれどんなことをするんでしょうか。初級は入門クラスで習った基本的な打ち方をしっかり身につけるクラスです。中級は基礎を身につけた人がいろいろな技術を学ぶクラスです。はい。上級は死の大会を目標に頑張っている方が多いですよ。死の大会ですか。 昔はよく出てたんですけど、しばらくやってないし。あ、すみません。このクラス、今、定員がいっぱいになってました。一つ下のクラスから始めてみてはいかがですかそうですね。そうします。男の人は、この後、どのクラスに申し込みますか 6番お城の前で案内の人が話していますこれからお城の中を見学する人は入り口で靴を脱いだ後靴をどうしますか皆様これからお城の中を見学していただきますが靴は入り口で脱いで土が落ちないように。 袋に入れてお持ちください袋は入り口でお渡しします本日は大変混雑しているため見学通路は一方通行になっております入り口と出口が違いますので入り口に靴を置く棚がございますがこれは本日はお使いにならないようにしてくださいまた脱いだ靴を入り口の隅に置いていかないようにお願いします これからお城の中を見学する人は、入り口で靴を脱いだ後、靴をどうしますかこれで、懲戒試験を終わります。